からドレッサーをきれいにするときも一度ドレッサーの中に入ってるものを全部出して、で必要か必要じゃないかを分けていきますよね。アクリルケースみたいなのを探して寸法を測ってしっかりそれに入れる、収納用品が決めたらそこに入れて、まあ、ドレッサーの中にまた収めて完成っていう感じ。基本的には最初のねやり方と一緒に一旦全部出しているかいらないかを選んだ、その後、まあ、グループに分けてもらうところまで一緒。きっとアイテムごとだと思う、まあ、あとプライスとかそのアイテムごとに、まあ、ざっくり分けといたら